ゆるふわです。はい、実はもうテイク3してます。密かに。はい、ということで、今日ね、トン TON が、すごい最近、まあ、ここ2ヶ月ぐらい、すごい注目されていたと思うんですけど、トンが、そのすごい活躍の幅を広げているなという最新ニュースだったり、そう、いよいよビットコイン底打ちか、もう近いんじゃないのということが言われています。で、なんでそういったことが言われているのかというと、ハッシュレートがですね、2022年12月レベルまで低下してきたということなんですね。なので、価格、そこ、売ったんじゃないということが言われています。はい、ということで、今日も仮想通貨の最新情報、ビットコインのチャート、私らしくユーモアたっぷりでお届けをさせていただきたいと思います。それではこのチャンネルが始まる前に、ゆるふわのチャンネル登録、グッドボタン、高評価ボタンをポチポチと押していただけるととっても励みになります。またこのチャンネルの成長につながります。ぜひ皆さんご協力よろしくお願いいたします。そしてすいません、これ始める前にちょっとつぶやいてもいいですか？つぶやかせていただきますか？つぶやかせていただきます。日本の銀行って、銀行に預金を預けているだけでも、今多分 0.0001% の金利でしたっけ？なんかもうちょっと例が多すぎて忘れちゃったぐらいなんですけど、本当に預けてたとしても、なんかこう、100円とかね、こう何百円とかっていう単位ですよね。なんですけど、ドバイの銀行に関しては、かなりこの金利というのがすごくいいんですね。結構衝撃なんですけど、でもやっぱりその銀行を使う銀行によって全然違ってきます。まあでもその中でもこう安定した、まあ大手銀行と言われる、まあ日本でいう、まあみずほ銀行だったり、三井住友銀行、UFJ 銀行とか、あとは、ネットバンクだと、SBI 住信とかなのかな？あとは楽天とか。楽天銀行とかあると思うんですけど、まあ、こういった分類の銀行みたいな、まあ、同等の、銀行、同等の銀行っていうの、なんかこう、うまい伝え方がわかんないですけど、そう、本当にこれ、金利がすごくって、毎月の生活費を、この銀行に預けておくだけで賄えちゃう可能性もあったりとかしちゃうんですね。これ結構本当なんですよ。そう、なので、それぐらい、その金融のシステムだったりとか、その銀行のその金利というのが、なんかすごく、まあ、銀行によるんですけど、いいところがあったりとかします。各仮想通貨取引所も同じことが言えて、本当に取引所によって、ステーキングの利率が違ったりとか、まあ、取引の手数料が違ったりとか、まあ、銘柄数が違ったりとか、いろんなことがあります。なので、どの仮想通貨取引所が今の自分にぴったりなのか、ということをまず知るというのも、とても重要だと思います。だって、まあ、このドバイの銀行に関しては、なら私がそれを知らなかったら、ね、毎月生活費ぐらいもしかしたら、え？みたいな。みたいなことが起きてたのにもかかわらず、自分がそのシステムだ、その銀行のことをよく知らなかったりとか、その銀行にね、巡り合ってなかったりとかすると、めちゃくちゃもったいないわけじゃないですか。各仮想通貨取引所の紹介コードを、こちらのね、画像の下、もしくはURL は、YouTube の概要欄の方に添付をさせていただいております。最大の特典がもらえる特別な紹介コードとなっておりますので、ぜひご活用ください。そしてバイビットに関しては、今初めての入金祭りということで、最大6000円相当の特典がもらえるキャンペーン中なんです。こうしたね、グッドタイミングで口座の開設をして、まず仮想通貨取引所いくつか開設して見てみる。いや、これ本当におすすめします。これなんで私がこんなことを言うかっていうと、このドバイの銀行をすごい調べ尽くして、衝撃なことが分かって、みたいな。そう。こんなことあるのって思ったぐらい結構衝撃だったんですよ。なので、仮想通貨取引所にも同じことが言えるなと思って、すいません、冒頭で長々と、語らせて、つぶやかせていただいちゃいました。ということで、本当に、歴然の差なんですね。なので、自分自身が持ってるトークンだったりとか、その自分自身のスタイルに合った、その仮想通貨取引所を
ちゃんと見つける、ちゃんと巡り合う、ここかなり重要だと思っています。そしてね、ゆるともこのドバイの銀行、衝撃じゃないですか。生活費まず叶えちゃうんですかぐらいの、いや、本当なんですよ。しかもそれが、なんかこう、謎の特殊な銀行とかじゃないんですよ。そう。すごいですよね。そう。っていう、まあそういったのはさておきなんですけれども、早速、ビットコインのチャート、そして最新のニュース見ていっちゃいましょう。はい、それではこちら、ビットコイン底打ちかと言われておりますが、っていう感じじゃないですか。ちょっとボンクだけね、目立つかなという感じで、あとはこんな感じですね。はい、それでは、ビットコインの価格、イーサリアムの価格だったり、ちょっと全体の価格見ていっちゃいましょう。こちら、ビットコイン$62,769、週間でプラス 2.9%。イーサリアム現在の価格$3,446、週間でプラス 2.2%。はい、そしてトーンコイン、時価総額8位、トーンコイン、現在の価格$7.95、週間でプラス 4.9% となっています。この後、トン上でね、素晴らしいことが起きてるんです。そう、これすぐくね、今すぐ伝えたいぐらいなんですけど、はい、それはちょっとさておき。でもトンコインも本当に伸びてきたなと思います。私が見てた時本当になんかこう6ドル行くのか行かないのか、まあ6ドルだよねぐらいだったんですけど、もう結構ね、8ドル近くまで来てしまってるので、これはかなりの急成長かなと思いますし、時価総額は XRP の次まで来ています。そう、すごいですよね。今ね、すぐにね、トン上に関する、すごい素晴らしいニュースをお伝えしちゃいたいと思います。こちら、トン上の USDT、フィリピンの社会保障制度支払いで使用可能にということなんです。すごくないですか？みたいな。フィリピンって本当になんかここまで来てるんだっていうの結構衝撃でしたし、私結構フィリピンの友達とかもいるので、そう、これね、もうすぐにWhatsApp で教えました。フィリピンすごいじゃんみたいな感じで、こんなになんかその仮想通貨というのが、その浸透しているというか、もうなんだ、その浸透のスピードがすごい早いんで、みたいなことをね、連絡したんですよ。そうそう。はい、ということで、このニュース。フィリピンのステーブルコイン、USDT を、同国の社会保障制度、SSS、諸出金支払いに使用できるようになったと発表したということです。そしてここで、Web3 インフラ企業である、ユークイットと提携し、トン上で、トン上のブロックチェーン上で、SSS、拠出金の USDT 支払いを行えるようにした格好だということなんです。トンの伸びすごくないですか？ここでトンが活用されるというのは、やっぱりそのトンのね、ブロックチェーンがすごい使いやすかったりとか、すごい相性が良かったんだなというのをすごく感じました。で、この SSS 加入者は、このユークイットのアプリを使用することで、携帯端末から USDT を使って、迅速に拠出金を支払うことができるようになったということなんですね。いや、なんか私、今までイメージしたことがないんですけど、その、年金だったりとか、なんかそういう失業手当とかを、この、まあ、仮想通貨 USDT で、こうね、こうやり取りをするっていうのはもちろんなんですけど、そのアプリでね、こんなにも画期的に、そう、国からのその給付だったりとかっていうのを、そのアプリでね、そんなに迅速に、こう、もらえるっていうのを、こう、日本の中であんまりイメージしたことがないというか、まあ、イメージができなかったんですけど、フィリピンはもうそこまで進んでるんだっていうのに、かなり衝撃を受けました。日本もね、もしかしたら、年金だったりとか、こうした失業手当だったりとか、国からね、受け取るその法定通貨に関してね、もしかしたらでしょ？近い未来、アプリで、もしかしたら USDT だったりとかね、ビットコインだったりとかね、そう、イーサリアムとかでね、もらえちゃう日が来るかもしれません。そう。ね。明るい未来もね、イメージして。ね、フィリピンでね、ここまで来てるというのはかなり衝撃ですし、
本当にね、本当に素晴らしいシステムだなと思います。なんと政府機関が仮想通貨に参戦ということで、こちら、アメリカの連邦保安局52億円の契約で、コインベースに仮想通貨保管を委託ということです。すごーコインベースすごくないですか？皆さんコインベースの株価も見てますか？そう。コインベースね、めっちゃ上がってしまっていて、今、株価がね、233ドルぐらいなんですけど、そう。めちゃくちゃ上がりましたね。まあ、こうしたね、感じで、仮想通貨に関連する、まあ、日本株だったりとか、あと、米国株とかもあったりするので、そう。なんかこう、仮想通貨だけをね、保有するというよりは、なんかそういった、ちょっとなんていうんですかね、リスク分散っていう意味でも、まあ、そういった方向で、ちょっと、そういった方向の投資もちょっとするというのもね、まあ、アイディアとしてあります。そして結構コインベースは有望だと思ってます。そう。はい、ということで、本題見ましょう。52億円で契約ということで、コインベースは2日、アメリカの連邦保安局が、コインベースプライムとの52億円の契約で、仮想通貨の保管を委託したと発表したということなんです。で、このコインベースプライムとは、コインベースの傘下にある機関投資家に大規模な取引と資産管理を実行するための必要なサービスを提供するブローカレッジプラットフォームだということなんですね。また、2024年3月の31日時点で53兆円の資産を保護しており、2024年第一四半期に41兆円以上の機関投資家向け取引量を記録したということです。ちょっとね、規模感がわからなくなってきましたね。53兆円すごすぎますよね。はい、ということ、なんか結構アメリカの政府とこうしたそのクリプトの企業ってこう SEC とかでね、こうなんかすっごい戦っているイメージあるんですけれども、でも着々とこう、政府とその仮想通貨の企業が、こう、いいところをね、いいポイントを見つけ合って、お互いにこう、進んでいっているような、なんかこう、ニュースかなと思いますし、まあそういったニュース最近多くなってきているなと感じています。特にこの11月のアメリカの選挙に向けて、やっぱりそういったところがすごくなんかこう、スピーディーにね、進んできているなと思います。特にそのやっぱり、あとね、その、イーサリアムの ETF の承認だったりとか、めちゃくちゃスピーディーじゃないですか？そう。え、こんなに早く？みたいな感じでしたよね。そう。それぐらいなんかこう、いろんな物事が、こう、その、アメリカのその大統領選挙が全面的にその関係しているのかと言われたらちょっとわからないですけども、またそうなのかなって思いませんか？私だけ？皆さんどう思いますか？ちょっとね、コメント欄の方でシェアしてください。私はね、すごい感じてしまっていて、で、今、そう、なんかトランプ大統領当選しちゃうんじゃないかぐらいね、結構こう支持率来てますよね。そう、60何%だったかな？結構来てますよね、そう。なので、そう、トランプ大統領と言ったら、仮想通貨支持者ですよね。そして、スーパートランプって言ってね、トランプ大統領のミームコインがね、めちゃくちゃ出てきています。なのでね、まあそういったユーモア性もありながら、まあそのトランプ大統領がビットコイン、トランプ大統領が大統領になった時だったりとかね、トランプ大統領じゃないですよね。トランプ前大統領、トランプ氏ですよね。そう。トランプ氏が大統領になった時にはですよ、もう凄まじい勢いで仮想通貨、アメリカのその仮想通貨企業が、すごいこう、今以上にね、とても心地の良い環境下になるのかなと思います。これからね、アメリカどうなるのかなと思います。そして、ドル円、恐ろしいことになってることを、ご存知でしょうか？ということで、じゃじゃん。恐ろしいドル円です、ドル円。こちら !161.6 でいいのかな ?6? みたいな。で、ちょっと、ユーロ見たんですよ。円ユーロですね。泣けてくる173円ですよ。めちゃめちゃ泣けてきませんか？みたいな。で、ポンド。ポンドなんてもう200円来ましたもんね。204円ですよ、ポンド。あまりにもちょっと円の安さにね、かなり心が痛いんですけれども、
でもドルの価値も下がってきてるんですよね。でもそのドルの価値がなんかこう下がるスピードよりも円の下がるスピードが早いからあまりこう気づいていないんですけど、そうドルも下がってきてるんですよ。なのでこれどうなっちゃうのって感じじゃないですか。もう特にね今ちょっとねすっごい思ってるのがユーロやめてって思ってます。ユーロめっちゃ高いですよ。どういうこと173円ですよ。どういう風にしたらいいのみたいな。はい、ということをねなんかこう今週はすごく考えてます。なぜ私がねこのユーロ円を見ているのかというのはですね、あの今週のまずはじめにあのファンクラブメンバーシップの方でね語らせていただいちゃおうかなと思います。まあちょっとね来週お楽しみにしておいていただければなと思います。なぜゆるふわが今になってユーロ円を気にしているのか。まあそんなことはねさておき、でこちらもしビットコインがこの黄色のボックスを上抜ければ下落トレンドは終了すると、そして72,000ドル台に戻るだろうということなんですね。この黄色のラインってどこですかっていうことなんですけど、この黄色のラインというのが64,000ドル付近のねラインのところを指しています。で今が63,100とか、まあ63,000ドル付近なんですけど、このラインまで行ってくれたら下落トレンド終わるよーっていうことをね、あの言われている一人の方のご意見があります。なるほどねと。なるほど。はい、ということで、はい、ドイツ政府が持っているビットコインですね、クラーケンコインベースビットスタンプかなに、あの取引所に送られているようなあのウォレットのアドレスの形跡があります。ということで、この仮想通貨取引所に送っているということはですね、売却、その市場で売却するという可能性があるということです。はい、引き続きまだ売るんですかみたいな感じなんですか。そう、もう7月はビットコインそこ売ってきてるよね、7月は上がるよねって言われているのプラス、そう、マウントゴックスの弁済もあり、これは結構こう特殊な7月だと思うんですよね。今までのその7月にはなかったような結構特別なニュースとなってます。そしてね、ドイツ政府まだまだ売ります。もしかしたらアメリカ政府ももしかしたらまだまだ売るかもしれません。そう、ニュースを見る限り7月はビットコインにとって上昇の月になるよみたいなニュースが結構入ってたんですけど、今年の7月の、しかもこの初旬、この第1週目というのはかなり重要な1週間だと思っているので、そうそう、しプラスですね、今日はですね、あのパウエルさんの発言控えてるんですよ。22時30分、パウエルさん発言あります。これがかなり注目です。そう、なので今日も結構重要なんですよね。その前に6時にですねユーロで消費者物価指数の発表もあったりとかするので、結構今週もあの重要な経済指標発表を控えている週となります。明日7月の3日27時、もう4日になっちゃってますね、 FOMC あります。そういったところでもね、今週は結構気が抜けない一週間となっていますし、まあ、特に今日のね、パウエルさんの発言だったりっていうのも、あの、マーケットに、こう、多少なりとも影響を及ぼしてくると思うので、損切りライン入れておくだったりとか、まあ、ちょっとね、ニュースちゃんと、もうその時間に見とくとかね、こう、何か、こう、意識をね、していただければなと思います。はい、ということで、今日も仮想通貨の最新情報、ビットコインのチャートお届けさせていただきました。いかがだったでしょうか？いや、もうなんかね、36分喋ってるんですよ、今。やばい。喋って。めっちゃ喋った。はい。ということで、はい。これからゆるふわさんは編集します。もう自分がね、どんな言い間違いしてるのかな？もうやめてよー！もうみたいな。ああ、もう言い間違いしてると、もう編集大変だよとか思いながらね、そう、それは自分がいけないんですけど、っていう感じで、はい。日々この後、編集を行っております。めっちゃカット入れます。はい。ということでね、ゆるとも、あの、7月の、あの、ビットコインの価格予測だったりとか、このマーケット、どんな予測で待ってますか？待ってる？いますか？そう、ぜひね、コメント欄の方でシェアいただければなと思います。それでは今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。